こんにちは。私はナージングホームモモというところからお邪魔させていただいております。訪問看護師として自宅訪問させていただいたその時の、経験上のお話をさせていただきたいと思います。今までちょっと難しいお話がたくさんあったと思うんですけど、気軽に聞いていただけたらと思っています。経験したことそのものをお伝えしようと思います。私が、いるステーションからまずは、三重県の、北の方ですね、上の方に私たちは営業しております。これを詳しく言いますと、ナーシングホームも全体で言いますと、桑名、東院町、これ鳥取県で、東院町の鳥取で、いなべ市、横越市、この5か所で、運営しております。で私は、桑名の患者で、看護をしております。ここが私が、書いているナーシングホームの桑名というところで、訪問看護と、もう一つの居宅の方もやっておりますが、私が所属しているのは、訪問看護です。訪問看護は桑名市、市内全域と、木曽崎町というところを回っております。現在、看護師が7名、あと理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がおります。利用者数としては、大体約100名の、利用者さんを訪問させていただいておりまして、生まれたばかりの、赤ちゃんから、今、最高齢だと104歳の、ご高齢の方まで訪問させていただいております。地域に根ざしたステーションを目指しております。企業理念としては、個人の尊重、正義、個人的というこの3つの、を目標にして、毎日の訪問に励んでおります。事業の目的と目標は、以下の通りで、目的としましては、看護、介護を必要とする地域支援員の確保になる。あと、目標としては、利用者の物差しでサービスを提供し、利用者、家族の満足が得られるということを目標に掲げております。これはまた、先ほどから、ね、何回も見ているグラフですので、飛ばします。第7波、すごい人数ですね。で、うちのステーションに初めて依頼が来たのが、昨年の7月でした。コロナ陽性者の自宅訪問の依頼が、ある医師から電話1本で入りました。とうとう、私の思いとしては、やっぱり来たかっていうような、そんな状態でした。人ごとではなかったんですけど、訪問することがあるのかなっていうような、ちょっと半信半疑でいたのは確かだったんですけれど、やっぱり来たんだなっていうところで、先生、ちょっと行けるかどうかというか分からないけれど、行ってみますということで、先生のところに駆けつけました。でも、イメージトレーニングとかいろいろしていたので、準備ができたので、大丈夫なんじゃないかなって、ちょっと軽い気持ちで依頼を受けました。まず、準備していたことは、防護服の準備をしてありました。普段の訪問の時に、もうすでに発熱者が続々と出てきていて、コロナなのかな、どうなのかなっていうような微妙な人たちが、すごくたくさんいたんですね。で、日本訪問看護財団の方で、感染防護服支援プロジェクトというのはやっているというふうに、近所の別のステーションの看護師から教えていただいて、それに送る、メールを入れると送ってくれるよっていうふうに教えていただいたんですね。で、そこに発熱した方の情報を入れると、一箱、防護服が届いたんですね。で、それを何日間か使って、結局コロナじゃなかったっていう方も多数おられたんですけど、それの余りが備蓄じゃないですけど、残っていたっていうところが実際のところでした。で、防護服はなんとかあるなっていうところと、あと、初めに訪問するにあたって、日本訪問看護財団のホームページを、何回も見てたんですね。で、新型コロナウイルス感染症自宅療養者への訪問看護師による対応マニュアルっていうのが、これホームページに記載されてるんですけど、これを、すごく細かく読んでいました。本当に来るかどうかわからないものに対して、どうなんだろうなと思ってたんですけど、もし来た時にっていうふうで、
私、管理者だったので、これを見ていました。まず3番目に、神戸の藤谷さんの、SNS を見て、イメージトレーニングをしてました。Facebook なんかもフォローさせてもらってて、で、神戸は今こんなんなんだなっていうふうに、桑名に来るかどうかわからないけれども、やっぱり都会ではすごいことになってるんだなっていうふうに、すごく実感しました。で、藤田さんが、いろんなコメントをしていただいている中でも、防護服の着用なんていうのも、動画で上げてくださったりとかしていて、それを何度か見ていました。あと、藤田さんだけじゃないんですけど、やっぱり YouTube とか、いろいろ駆使して、うちの職員も、防護服の着用はできた方がいいんだろうなっていうところで、個人的にみんな Facebook とか、いろんな SNS を活用して、イメージトレーニングをしていたところでした。先ほど、昨年の7月に先生の方から依頼が来たんですが、この初回訪問までのお話をさせていただきます。まずは、先生の、クリニックからちょっと宇宙ステーション近かったので、とりあえず先生のとこ行きますわということで、先生のところに行って、まずは、訪問看護指示書がいりますよね。指示書がないと訪問できないので、先生指示書を書かれて、あと、何をすればいいんですかっていうことで、先生は、嘔吐と下痢がすごいので、脱水を起こしてるだろうから、点滴をしてほしいということを頼まれました。で、点滴の物品をそこの病院で、一式いただいて、で、保健所とも連絡をし、初回訪問するということになりました。これ病院に行ってしたことですね、1番目。次に、事務所に帰りました。2番目、家族、または本人に連絡。で、問診、訪問するにあたっての説明をしました。契約もね、本当は最初にしなきゃいけないんですけれど、契約をしている暇もないというか、契約書を一式こう家に持っていくわけにはいかないので、契約についてはまた後日という話をしています。あと、工事ですので、料金がかかりませんよということをお伝えして、あと、換気についてとか、お部屋の場所、あと、玄関前での防護服着用について、玄関前で着替えてもいいですかっていうようなことをお伺いしたりとかして、かなりこの時間に費やしています。で、ゴミについても、お話しさせていただいて、あと、家族がたくさんいる方とかは、家族が陰性なんだけれども、対応してくれちゃう家族がいるので、ご家族の対応も不要ですって、お部屋だけ教えてもらったら、もうそこに上がっていきますので、ということをお伝えしています。で、この時に、家族が陰性であれば、感染しないように、かなり、あ、か、必ず別室で待機していただいて、換気や、消毒などの指導をしています。で、この時に、かなりパニックっています、家族が。最初、若い、20代の患者さんだったんですけど、お母さんが電話してこられて、コロナにかかっちゃったんですっていう、すごく切羽詰まったようなお声で、お電話に出てもらったんですけど、何していいんですか、私にできることは何ですかっていうのは、やっぱりお母さん、母親なので、お母さんのできることを一生懸命やろうというような、そんなお電話でした。なんですけど、お母さんにできることっていっても、食事をきちっと与えることと、あと、様子を見てもらうことでいいですよということだけお伝えして、その時に、大変ですねって言って、ちょっとやっぱりね、嫌うことが一番大事かなと思います。少しちょっとお話長く聞いて、安心されて、じゃあ今から訪問しますねということをお伝えしています。で、準備ができたので、じゃあ、さあ出発しようということで、その時に気をつけたこと。まずは、自宅に着いたら電話をする。今、言ってるのは新規のコロナの依頼だったので、まず、家が間違ってないかっていうところを確認しないと、いきなり防護服着た人が家間違えちゃったらちょっと大変なことになるので、自宅の前に着いた時に、赤い屋根のお家ですかとか、最近名前の書いてないお家が結構あるので、今、この家の前についてると思うんですけど、何色の家ですかとかっていうふうに一度お電話をかけます。で、そこが間違ってなければ、お邪魔するという形にしています。あと2番目に、点滴の発注が多かったので、近い場合はもう事務所で点滴を混ぜていきました。で、良ければ車の中で、
点滴を噴射して、それで家の中に持ち込みました。で、3番目、防護服はすぐ使えるように、あらかじめ袋に1回ずつひとまとめにしておきました。で、この右側の写真ですけど、これ、栄養剤の箱、段ボールなんですけど、この段ボールの中にこう部品を分けて、これを1個ずつ全部持っていくと、1人分になるというふうにまとめてあります。で、あとは1時間、あれじゃ1訪問は15分以内で終わらせなきゃいけないので、ちょっと15分でどのように動いて、どこでこうして、ああしてっていうふうな、ちょっとイメージトレーニングしてから出かけました。で、これは、第5波から、依頼が始まったんですけど、今までの間で、延べ回数28回。で、人数はこんな感じですね。この通りです。特徴としては、今までお話しいただいたのと同じで、第5波のデルタ株では、やっぱり若い方が多くて、若い方が脱水とか肺炎症状があり、重症の方が多かったです。で、高齢の方の依頼もあったのはあったんですけど、デルタの時も、高齢の方は割と軽症でした。そして2、あの2人とも認知症の方でした。これが、一覧で、ちょっと最近のオミクロンの例はちょっと書いてないんですけど、こんな感じで、一覧にしてあります。で、この中から、事例として、2例、ちょっと挙げていきたいと思います。で、私一人でこれだけ回ってたんですけれど、うちの事業所ってさっき言ったように、北西の方で、何箇所か訪問看護ステーションを持っていましたので、私を皮切りに訪問した後、あと2箇所のステーションが、立て続けにコロナの訪問に行かせていただきました。ここですね。これ全部うちの事業所なんですが、はい、この後に訪問に行っています。で、次に人数のグラフですね。第5波はやっぱり多かったですね、自宅訪問が。今は第6波、第7波になってくると、やっぱり軽症なので、訪問の依頼はなかったです。新規の依頼はなかったんですけど、今はどっちかっていうと、その既存の利用者さんがコロナにかかったっていうケースがほとんどです。で、年齢分布としては、これ、もう全部、第5波と全部混ぜてあるんですけど、第5波はやはり若い方が多くて、第7波は高齢者がほぼを占めています。この中でもちょっと事例を挙げていきたいと思います。第5波では、20歳の男性の方で、もう陽性後10日も経っていました。10日経った時に訪問の依頼が来たんですが、10日経っても熱が下がらないという依頼でした。で、私たちクアナで、解説してるんですけど、これは訪問服、クアナ以外からの依頼でした。だから、あんまりこう関わりのない診療所からの依頼で、看護師さんは、この地域にステーションがない、訪問看護ステーションがないので、なので、隣町のこちらのステーションにお電話させていただいておりますっていうふうな依頼でした。もう何箇所もかけたんだけれども、全部断られていて、困ってますっていうふうなお話だったので、行けますよってことで受けさせていただきました。ただ、隣町だったので、点滴を取りに行くにもかなり遠くて、で、なおかつ点滴を取りに行ってからまた訪問するってなると、すごくこう距離と時間が食われるなっていうところがあって、その診療所の先生とちょっと相談させていただいて、桑名の診療所で、点滴をもらって、そこで指示をもらって行ってもいいですかっていう、とても失礼なお話をさせてもらったんですけど、その先生が、どうぞどうぞということだったので、私の知ってる先生にちょっと頼んで、そこから点滴と訪問看護指示書を出していただいて、早くに行けたという事例でした。ワクチンは未接種で、弟から感染したって言ってましたかね。で、首都は高熱が10日間も続いてて、下がらない。あと食事が取れない。水分も少ししか取れない。こんなに熱が続いてていいのか。で、救急車を一度呼んだんだけれども、搬送してもらったけど、半症だから入院できなかった。で、検査はしてもらって、肺炎と言われたけど、結局、帰されてしまったということで、我慢をすがる思いで、これもお母さんが電話を診療所に一生懸命かけてたそうです。で、診療所が困って、ステーションを探していたっていうところでした。
で、この時保健所は、ステーションを探してくれなかったそうで、陽性の診断をしたクリニックとか診療所が訪問看護ステーションを探しなさいよっていうふうな指示だったそうです。で、まあ、別の先生に、まあ、点滴類を頼んで、で、訪問することができたんですが、もう行った時にも、やっぱり39度の高熱が続いてて、で、飲み薬も何ももらってなかったんですね。なんで、このまま、解熱剤をいただいて、解熱剤を、投与してきました。で、SPO2 が93と低下していたのと、まあ、呼吸苦はなかったんですが、咳が強く出ていた。で、もう顔を真っ赤にして、熱が下がらない、熱が下がらないっていうふうなことを話をしていました。で、指示の点滴を入れて、まあ、明らかな肺炎だなということで、まあ、根拠がないんですけど、よくテレビでなんか副鼻炎がいいとかって言ってたので、ちょっと副鼻炎、根拠がないけれども、副鼻炎をちょっとして、寝てみてっていうふうなちょっと指導をして、本当に15分きちきちで戻ってきたという感じでした。この方も、訪問後に、先生の方に主治医に報告をして、今まで、この人が1例目じゃなかったんですけど、ちょっと重症度としては高いなということで、入院の優先度を早めてもらうように主治医に報告しました。で、主治医に報告して、主治医から保健所の方に連絡を入れていただき、翌日入院となっています。で、その前日に、まあ、熱が高いのと、やっぱり何も食べれてないというところで、この20代の男性がもう10日も高熱を出しているというところと、まあ、主治医ともこういろいろと相談しました。もうステロイドの適用じゃないかとか、点滴、これ何入れるかなとか、いろいろ先生もいろいろ文献をこう読んだりとかして、ちょっと明日の、訪問の際に何を持っていくか、何をするかっていうところを先生もずっと一晩考えてもらってたんですけど、翌日にはもう入院が決まったよということで、保健所から連絡をもらったので、こうちょっと胸をなで下ろしたような状態でした。で、退院後はもう状態回復されて、体重は6キロ減ったって言ってましたかね。でしたけど、会いに行った時はとっても元気にされておりました。ですけど、家族も全員感染して、結局、ワンちゃんも感染してたらしいんです。なんか、すごい暑かったって言ってたので、ワンちゃんが。ワンちゃんも来たかなっていう話でした。訪問の時に、すごくやっぱりお母さんもパニックってるんですけど、本人もやっぱりパニックってるんですね。コロナにかかってしまったっていうところで、僕、治りますかとか、熱下がりますかっていうのは、すごく質問をされたんですね。私もちょっとあまりやっぱり経験がなかったので、頑張ろうねっていうふうな言葉しか返せなかった、ちょっと無念さがあります。私たちが15分で行って、じゃあ何ができるのかなっていうところ。をもうやっぱり、もう点滴して戻ってきたときに、私たち何ができとるんやろなっていうふうに、スタッフに私もポロッと吐いてしまったっていう経験をしました。15分の訪問の短時間でのケア、よく、藤田愛さんの引き算の看護って言っていますが、引き算どころか、なんか切断されてるなっていうふうな看護だと感じていました。で、私に何ができるかなって思った時に、まあ、いろんな思いがちょっと変化していったんですね。点滴ぐらいしかもうできることがない、無力だなっていうふうにすごく思ったんですけど、まあ、でも私しかそこに訪問していない、先生は、オンラインで往診したりとかするんですけど、実際を見ていないので、私がしっかりと電話で聞き取って、で、訪問して、状態を先生にしっかり伝えることができれば、そんな利用者さんも楽になるんだよなっていうふうに自分にこう言い聞かせたような感じでした。なんで、咳が強いですとか、熱がやっぱり下がりませんとか、そういったことをしっかりと電話で本人とやり取りをして、で、薬を適切に渡す。で、点滴をするっていうふうなことができれば、少しでも楽になるのかなと思えた瞬間でした。まあ、そんなことが繰り返されて、まあ、翌日には少し楽になったよっていうふうなメールが入ったりすると、ちょっとでもまあ私でもなんとなく力になれたのかなっていうふうに思った瞬間でした。ここでちょっと余談なんですが、第5波ではちょっと20歳代の、方の訪問の依頼が非常に多くて、
で、電話の第1本目がお母さんがかけてくることが多かったです。で、お母さんたちとてもパニックって、先ほどのケースでもそうですけど、パニックって電話をかけてくることが多かったんですが、お母さんたちが、こうやって電話をかけてくれたおかげで、うちの事業所にたどり着いてるんだなと思うと、お母さんの訴えたおかげで、訪問できてつながれたっていうふうに感じると、やっぱりお母さんの力って偉大だなと思います。お父さんがどうとかっていうわけではないんですけど、どこもお父さんが電話かけてきたってことはなかったので、お母さんとしてやっぱりすごいなっていうふうに思っています。で、もう一人、これは第6波ですね、冬でした。80歳代の女性の方で、陽性後5日目の訪問依頼でした。ワクチン未接種で、デイサービスで感染していたという方でした。主訴は、食事、水分を一切受け付けない。で、熱は落ち着いているんだけれども、点滴をしてほしいっていう娘さんからの依頼でした。デイサービスでクラスターが発生したようで、今、デイサービスはもう休止して、家で娘さんが見ていますという状態でした。で、感染してから全くご飯を食べない。家でも全く食べなくて、そのデイサービスの、ヘルパーさんたちが訪問してくださって、いろいろお弁当を持ってきたりとかしてくださったんですけど、それでも食べない。全く受け付けない状態でした。で、これも点滴目的でお邪魔させてもらったんですが、認知症の方だったので、点滴の針をもう見ると、もうわーっとなってしまって、もう全くその点滴を受け付けることができなかったんです。で、娘さんと相談して、点滴するのどうかなというふうにお話しさせてもらったんですけど、これ、やっぱり点滴しなければ、もうだ、あの、死んじゃうんじゃないかっていうふうな娘さんのすごい強い思いがあって、どういうふうにでもいいから、とにかく水を入れてくださいっていうふうな強い娘さんの希望がありました。で、本当は静脈から入れたかったところなんですけど、皮下注射に切り替えて、皮下でちょっと1000ミリを1回で入れようと思うと、どうしても動いてしまうので、認知症の方なので、午前と午後の2回訪問して500ミリリットルずつを、皮下から注入しました。で、ダメな時もありました。500入れようと思っても、もう250ぐらいでこう全然抜いちゃったりとか、そんなこともやっぱり認知症だったのでありました。で、そのデイサービスのヘルパーさんたちがとても心配されて、ヘルパーさんたちが点滴の間、見守りをしますよって言ってくださって、一緒にヘルパーさんが防護服を着て入ってくださいました。で、針を刺す瞬間を見ちゃうと、もうどうしてももう暴れてしまうので、気を紛らわすためにヘルパーさんが、片方でお話ししてくださってる間に、プチッと刺す、お腹の方に刺すっていうふうな点滴をしました。すごくヘルパー事業所も、訪問してるところがなかったので、すごくこのヘルパーさんに助けられました。で、娘さんも感染していましたので、ご飯、食事とかはね、どうするのっていう話で、お弁当を娘さんの分も、このヘルパーさんたちが準備してくださって、食べるものには困らなかったというお話されていました。熱もなくて、ただただ食事と水分が取れなかった。で、この点滴をずっと続けていてもどうなんだろうなっていうところで、先生の方にもご相談させていただいたんですけど、娘さんの希望で入院させたいっていう希望があったので、一応病院が空き次第入院していただきました。で、入院した時は肺炎はあったということでしたが、軽い肺炎だったので、さらに改善したと聞いています。ですけど、結局、食事が取れるようにはなれなくて、胃ろうを増設し、退院して、今、自宅で介護を続けています。この2年目もそうなんですけど、高齢者の方がコロナにかかると、食欲が低下することが多かったです。コロナが治っても、その後食事が取れないっていうことが、やっぱりすごくケースとしては多かったです。で、家族も老衰とかっていう経過だと納得ができるんですけど、コロナがきっかけとなると、コロナで亡くなるっていうのは、納得がいかないっていう方がすごく多かったです。コロナがきっかけなだけで、食べられなくなったのはそれではないと思うんですけど、どうしてもコロナでっていうふうについちゃうと、納得がいかないから、やっぱり胃ろうを開けますって言って、胃ろうを開けられた方がいました。
ともう一人は用語はなんか本人が嫌だって言ってたのを聞いたことがあるのでっていうことで、もう一人の方はポートをこう増設して点滴を始めたっていう方も見えました。さまざまな症状が出現したんですけど、やっぱり第5波は、若い子たちが咽頭痛、喉が痛い、高熱、あと嘔吐、下痢が主だったんですけど、第6波の中では、重症の方は減ったんですけど、こう多岐にわたる症状が出現しました。高熱症が多かったということもあるんですけれど、めまいがこうすごいめまいがして立てなかったとか、おしっこが全く出ない、脱水が改善されてるはずなのに、なんでおしっこ出ないんだろうなっていうような、そんなような状況があったりして、先生にちょっと採血してもらった方がいいんじゃないですかねって言って、先生にこう採血のオーダー出して、やっぱり腎機能がガクッと下がっていたということで、脱水を改善されてて、なんか体調が良くなったから、もう入院はいいわって言ってた人が、腎機能が悪いから、やっぱり入院してくださいっていうふうな先生の指示で、入院された方もいました。で、あとは高齢者の方はほとんど食事が取れなくなるっていう症状でした。なので、風邪っぽい感冒症状のみではなかったですね。いろいろこう人によって症状が違いました。あとは、そうですね。今、若い子たちはメール、LINE とかですね、そういうものを使って、私たちに報告してくれました。喉が痛いって言うけど、どれくらい喉が痛いんだろうと思っても、直接見るわけにはいかないので、こう写真で自分でいつも喉を撮って喉の写真を撮ってもらって、それを先生に送るっていうふうな、そういう、こう、あのいいものをこううまく使えました。ただ高齢者になるとかそれがもうちょっとできなかったので、やっぱり高齢者は難しいなっていうふうに思いました。毎日の熱とか状態をメールで訪問看護に送ってくださって、それを先生の方に報告できた。なので、前もってこう報告しておけば、先生は今日の点滴はこうでこうでっていうオーダーがすぐにできるっていうので、すごく良かったなと思っています。で、先生とか、もう一生懸命やってくださって、私たちの思いにすごく親身に相談に乗ってくれました。で、訪問に際して何が大変だったかっていうと、物品の調達です。で、クリニックまで取りに行って、先生とお話ししてとかってやってたんですけど、これが何人もってなってくると、普段の訪問も行かなきゃいけないし、これではちょっと回っていかないなってこともあって、市で会議を開いてもらいました。物品が調達するにも、そのクリニックに何ものがある、連結管っていうのがないクリニックが結構ありました。500以上の点滴をすることがないクリニックは連結管がない。で、なのに1000円入れてきてっていう指示だと、もう一回訪問するのかなとか、本人に差し替えてもらうとかっていう話もあったんですけど、本人に差し替えてもらってもいいですかって先生に聞いたら、それは感染がとかって言って、先生も差し替えもダメだっていうことで、それだと私たち何回訪問するんですかねっていう話になったので、ちょっと市の方で会議を開いていただいて、こんなふうにこの右の写真の、これ消毒とか針とかテープとか、こういう不透明なものを準備していただきました。これ、今まで主治医と薬剤師と訪問看護の連携、こんなふうな図で、これよく多分見ている図だと思います。ですが、コロナ感染の拡大5波で、ちょっとこの流れが変わりました。こうやって点滴を、この矢印ですね、注射準備、A 点滴、B 点滴、C 点滴って書いてあるんですけど、こうやってもらいに行っていたのを、このように、薬局をちょっとうまく使って、薬局から点滴を利用者さんに送ってもらうっていうふうにしました。なので、訪問看護師がわざわざ取りに行かなくても、家に行けば点滴が届いているっていうふうな形です。内服もそうですけど、薬局をうまく使いましょうということになりました。で、中に入っているのはこんな感じです。点滴パンとかね、いろいろこうやってこまめなものが入っています。これが、1次投射あたり10から15セットいただいています。これは誰に使ってもいいという形で、あと困ったことは、外での防護服着用ですね。夏は暑い。汗でフェイスシールドに曇る。で、点滴しなきゃいけないんだけど、曇ってて針の先がよく見えない。で、手袋が二重になってるから、血管探してもこういまいち分からないっていうような苦労をしました。
あと冬は寒いんです。で、外で着替えるにも雪が降ってる中で、ゴミ袋としてビニール袋を置いとくんだけど、ビニール袋が飛んでて、なくなってきたとか、そんなこともありました。で、イライラ遅いと夜なんですよね。暗くて、電灯がなくて、月の明かりでこう着替えたっていうような、そんな時もありました。あと、団地だと、本当に玄関が狭くて、踊り場でこう着替えたっていうような、そんな経験をしました。ちょっと我々話ではないんですけど、まあでもそんな時にちょっとこう、笑えてきたっていうところは、ちょっとまあ余裕があったのかなって思うんですけど、ちょっと笑うこと大事だなってその時思いました。あとは、点滴を誰が罰にするか。一人が陽性で、若い子が陽性で、家族が陰性だったら家族は入らない方がいいよなと思ったりした時に、どうやって抜いてもらおうかなとかっていろいろこう考えながら、フィルムとかを貼らずに、もうアルコール綿をくっつけといて、で、ビニール引いといて、点滴止めて、こっちの手で、片方の手で抜いて、曲げる。そんで止血しな、みたいな。そんな感じで、若い子はもう自分で抜いてもらいました。血がだらだら流れるかもしれないから、こう、皮脂で曲げて、もう止血してね、っていうふうな感じで、自分で抜いてもらいました。そうしないと、家族に頼んだら、家族からね、また陽性になってしまうし、私たちこう何回も来るとちょっとねっていう話で、自分でできることは全部自分でしてもらいました。で、そんな時にこういろんな面でね、工夫が大事で、想像力を働かせてるのって必要だなと思ったんですけど、訪問看護師さんってそういうの得意ですよね。なんかないものも多いですもんね。で、あと、ステーションの中で、うち看護師が7人いますけど、やっぱりなんでこうコロナの様子が日本語に行かなあかんのっていうふうなことをぶつけてきた職員もいました。で、まあ私、あんまり深く考えてなかったのか、まあ、でも行ってくるわっていう形で、そのコロナだったら訪問しないの？コロナでなければ訪問するのに、コロナだと訪問しないのかっていうのは、ちょっと矛盾が私の中で生じてきたので、まあ、行ってきますってことで、行かせていただきましたが、うちのスタッフは多分、ハラハラドキドキしていたに違いなく、残りの既存の方のね、職を私たちで守ろうっていうふうに変化していってくれました。すごくきつい言葉で言われたこともありました。なんで行くのっていうふうなことですね。はい。で、なんかそんな深い意味はなかったので、なんか泣いてたスタッフもいて、なんか見えないものってすごいやっぱり恐怖感があるんですね。いいですかね。あと、うちの施設、関連施設でクラスター施設、クラスターを出す施設があったので、そこに支援に行きました。ここで経験したことが、まあ、改めて、その PPE の着脱方法だとか、換気の方法だとか、手指消毒の徹底、まあ、基礎的なことがきちっとできてれば、むやみに怖がることはないんだなというふうに、正確にしました。訪問では15分間でどうにかしなければいけないけれども、クラスターだと1日になっていけない。そんな中で、改めて、基礎が守れてればいいんだなって思いました。あと、原動力になったものは、やっぱりステーションの職員ですね。あと、他のステーションの管理者さんたちとルームメイドしてたので、いろんな情報をくれました。なんで、頑張っていけるように、こう、応援してくれた方もいました。あとは、在宅医ですね。いつでも指示書書くからって言ってくれた在宅医の存在ってすごく大きかったと思います。点滴も出すよ、薬も出すよ、指示書も書くよって言ってくれた在宅医がいてくれて、私の後ろでね、いてくれたっていうのはすごくありがたかったです。あと、家族も、まあ、何も言わないのは OK だということで、何も言わずに見守ってくれたのが良かったのかなと思ってます。これ、ちょっと字が間違ってますね。いろんな思いがちょっと漢字間違ってますね。重かったんですかね、思いが。いろんな思いを背負って訪問してたんで、孤独ではなかったですね。職員たちも何やかんや言いながらも、既存の業者さんをうまくこう回そうって言って、一生懸命頑張ってくれたし、私一人で行ってるっていうふうには思ってなかったです。で、最後に、まあ、何事も意識を持つってことがとても大事だなっていうふうに考えました。コロナだけではなくて、人事とは思わずに、今、新規のコロナじゃなくても、既存の方がコロナに感染したらって想像することだけでも自然にいろんなことを考えたりします。うちの職員ももし私がいることになったらどうしようかなとか言って、まあそうやっていろいろこうネットでこういろいろ調べたりとか、そういうことをしているところを見ると、やっぱ意識を持つって大事だなっていうふうにすごく思います。
あと、ちょっと一人で行ってたりする方が結構多いので、辛くなったら仲間に聞いてもらってください。で、何も一人で訪問しなくてもよくて、もう一人誰か行けるかなって思う人を一緒に連れて行く。ただ15分で終わらせるところを2人で行ったらもしかしたら5分で終われるかもしれない。なので、2人で行くことも、全然、OK だと思っていて、私、最近は、行きますって言ってくれた職員がいるので、一緒に行くことにしてます。そこで、PP の着脱方法とか、いろいろ指導もできるし、2人で行ったら、なんてことなかったねっていうような感じで終われるので、今は2人で訪問しています。そういうこともあって、まあ、こんなケースだったよ、あんなケースだったよっていうのを、仲間に聞いてもらうってことがすごく大事だなと思っています。看護師さんって、知らず知らずにこういろんなことを背負ってしまう人が多くて、今、管理者さんが多いんですかね。管理者さんとかっていうのは背負ってしまうことが結構多くて、私がやるから、私がやったらって言って訪問される方が結構多いと聞いています。なので、自分一人で背負わないように、職員とよく話をするのが大事だなと思います。最後ですけど、これ成田悠介さんって今こうなんか元東大卒の方ですかね。こうなんか眼鏡のなんか形が左右違う人が不可能を可能にするより可能を不可能だと思わないことが大事だって言ってて、これなんか私に言ってるなっていうのはすごく感じがしたので、ちょっとここに載せました。はい。はしょりましたが、ありがとうございました。ちょっと時間をオーバーしましたが、ご清聴ありがとうございました。だから1時間ほどそのグループワークをしていただくんですけど、途中でグループごとにちょっと休憩していただいても全然構わないと、一応1人リーダー的な司会するような人だけを最初に決めていただいて、話をしてもらおうと思います。で、グループワークの議題、今回特に決めないんですけども、印象的に実際に自分がコロナと関わったことがあったり、クラスターが起こった施設と、まだその実際自分がコロナと関わっていないとか、今そういうなんかのすごい差があるとは思うので、お互いにその尊重し合いながら実際こうよねとか、自分とこっていうのを交換共有しながら、僕ら3人が多分うろうろと歩いてますので、その時に質問があったらしてもらったらいいかなっていうので、よろしくお願いします。一応10分前ぐらいに一回こうどんな状況ですかってしながら、それぞれの部署で質問とかが改めてあれば対応するような感じでしたいと思います。よろしくお願いします。すいません、少し時間となってきたので、ぼちぼちと前向きもらってよろしいですか。すごいですね、健康感のグループワークはこんなに盛り上がると思わなかったから、もっと時間ね、してもらったかな。それぞれの施設の今から僕が15分くらい話する中身っていうののほとんどがもうすでに昼から田辺先生であるとか新井さんとか筒井さんとかが説明してくれた中身がかなり重なってるようなところなので、どんどん割愛しながら進めていきたいと思います。三重県避難所の感染対策室の宗本と言います。よろしくお願いします。実際に僕、認定看護師として感染管理も10年になってきたのと、実際去年は県庁の方で患者調整の方も手伝ってもらったりしているということで、病院の医療機関であったりとか、入院調整のところの質問には強めだと思っていて、実際、在宅のこととかに関しては、後ろに見える筒井さんとかが、いろんな質問、僕一人で答えれる場合は、みんなで協力しながら答えていきたいと思います。で、これまでの個人的な印象ですね。今、アフターコロナになってますか？ウィズコロナです、まだね。ウィズコロナってコロナと一緒に生活していくところなんですけども、訪問看護とか介護タクシーとかを利用としようとすると、コロナの要請断られます。発熱も断られます。すごいこんな感じで、実際ね、先ほどの筒井さんの話を聞けると、同じ地域に住んどったらすごい良かったなと思ったりするぐらい、今僕が住んでる熊野の地域ってこういうふうなのがなかなか追いついてないかなっていうのが実際です。なので、施設でコロナ、ね、陽性になった時に受診しちゃいけても、ちょっと治ってからにしてくださいみたいなケースがすごく多かったりするんですね。で、介護職員とかが現場で活動するために防護が十分でないとか訓練ができてない場合があるということで、これすごく大事な課題で、今日見えた方って多分それぞれの施設とかの看護師さんで、
看護師さんはこういうところに来る機会があって、こういう装備がいいのかっていうのを理解されるんですけども、実際、現場のスタッフ全員にそれが伝わるかというとなかなか難しくて、今後、そういう人たちにこう指導するというタイミングとか、勉強会をするというタイミングをどういうふうに測っていくかっていうのも検討していかなあかんかなと思います。で、実際はなかなか難しい場合は、先ほど話してもらったゾーニングのところに、新井さんとかにもらったシートとかを逆に貼っつけて、この順番で装備してみたいなとかも効果的なのかなと思います。で、次のところが、体制が地域として追いついていないということで、うちの熊野の地域だけなんかもしれんですけど、実際訪問看護とか訪問診療って、すでに予定に入っとる人とかは、わりかしコロナでも行ってくれるんですけども、新規でコロナの人に行ってっていう以外は全然聞いてもらえないという感じ。だから訪問診療の先生も自分が受け持っとる高齢者だけでも手一杯やわみたいな感じがあったりします。で、今問題かなと思っとるのが、県とかね、こういうふうな看護協会とかがこういうふうな勉強会を主催してくれとるんですけども、地域ごとにこういろいろ医療体制が違っていて、抱える問題も違うので、それぞれの施設、地域ごとにコロナに対してどういうふうな対応をしていくかっていう協力体制をもう一回考え直した方がいいかなと思ってます。実際に、何て言うんですかね、ちょっと待ってね。忘れちゃうんです。在宅医療看護連携支援事業、聞いたことあります。数年前にその市町ごととかにこう設置して、そういうふうな連携をしていくためにセンターを立てましょうというようなことが市町であったんですけども、避難の地域に関しては、そこが病院に設置されたんですね。で、そこを利用して今の課題である問題として、例えばその現場の介護さんとかスタッフの人に勉強会をしましょうというのをどうにかできんか。そこに申し込んでもらったら、出前講座で行かせてもらえるみたいな感じで、熊野の地域って多分20箇所ぐらいの高齢者施設があって、令和2年から多分50件ぐらい、そういう施設にバーって回って、僕が現場でその現場のスタッフに話して、こう行ったり来たりしてやるってことと、行ってね、するとね、介護さんとかと僕と結構仲良くなったりするもんで、どっかで病院とかに連れてきてくれた時に、こんな問題あるんやってなことが、病院でも気軽に聞けるっていう仕組みとかもできて、そういうふうな体制っていうのを地域ごととかにも検討していくっていうのが課題なのかなと思いながら働いています。今日の内容がこんなこと書いてるんですけど、こんなサクサク飛ばしていかないといけません。オミクロン BA.5、先ほど話もありましたけど、CDC で2日ぐらい前に BA.5 の人はワクチンもう1回新しくできたら打った方がいいよねみたいな推奨があったもんで、国内では4回目の推奨とかがね、されてるけども、どっちかというと、田辺先生がおっしゃられてたように、両方効くようなやつを追加で物理で考えるっていうのは、一つそれぞれ個人でね、考えていくっていうのがいいかなと思います。で、たちが悪いのが、発症から2日前から人に移す力があると言われています。で、新井さんの話だと2日って書いてあって、インフルエンザ大体1日ぐらい前が多いって言われてるもので、本当にたちが悪いですよね。元気にお互い話しちゃったら、2日後話しちゃったらね、あ、なるほどですね。で、発症後から7から10日後ぐらいということで、7、だからいわゆる濃厚接触期間の隔離期間って7って今なってますけど、まあ5ですか、になってますけども、5日とか7日おったら絶対大丈夫っていうわけではない。で、ある程度こう普段からの対応っていうのは大事ですよ。で、肺炎っていうのがどんどんなくなってきて、上気道での感染症が多くなってますって感じで、いろいろ書いてますけど、ここは下の2行だけ、ここかな。換気がすごい大事で、高齢者施設とか在宅の場合は、エアコンをつけっぱなしにするだけじゃなくて、2箇所ぐらい窓を開けた方がいいかなっていうような感じになってます。で、病院とか飲み屋さんとかはね、もう何年か行ってないから分からんですけど、CO2 を測る濃度の機械とかも数値ができるようなのもあって、そういうのも参考にしながら、どれぐらい換気いるんかなっていうのを見ていったらいいかなと思います。で、今日今多分話ちょっと話題にはなったかもしれないですけども、こんな装備でいいのとかっていうのとかが揉めたりするようなことがあって、新井さんが言ってくれたのがすごい魅力的やったのが、キャップつけたい人つければいいよって感じで、実際うちの病院の問い合わせで、キャップがないんですけどどうしたらいいですかみたいな問い合わせがあって、キャップって必ずしもいるものでもないしっていうこととかもあったりしました。で、これすごく小さいんですけども、これが、新しい
新型コロナウイルス感染症の手引きの8.0なんですね。で、これ全部緑じゃなくて、ちょっと変わってきたところがあって、一番下のところにね、コメニのところで、ダイソーがある吸引や口腔ケアを実施するのって書いてあったんですけども、これ何かっていうと、エアロゾル発生のリスクってところで、第3波とか第4波の時って、気管内吸引とかをするときは、エアロゾルが出るかもしれんから、N95 行った方がいいかなって感じだったんですけど、今のガイドラインは口腔ケアもエアロゾルのリスクになるので、N95 をつけるか、本当にエアロゾルを食らわんような正面に立たないということが出てくるのかなっていう感じになってます。なので、これ何かというと、介護施設とか在宅で訪問したときに正面に立って口腔ケアをするっていうケアがある場合は、N95 を使うかどうかというのを話をする。ただ、そんなケアをしないのに、普段どの患者さんとか、どの利用者さんとかに行くときに、全員で N95 でいる方は全然そういう話ではないので、医療の現場ではこういう対策をするのを参考に、どういうふうにこうしていくかというのを考えてもらってほしいかなと思います。これがね、結構、これを参考にしてます。で、ここら辺にはね、どこにもそのキャップつけろみたいなのがないんですね。で、うちの病院も実際、キャップ最初の頃つけてましたけども、今全然つけてない。ね、で、こんな感じで、これ多分ね、新井さんのやつが出来がいいので、参考にする資料として新井さんのを利用してもらったらいいと思うんですけど、こういうのをそのゾーニングした時とか、ここに入る時はこの装備しようって言った時にコピーして貼ってあげたりするとすごい分かりやすいと思うんですね。で、もう一つは、このエリアにはこの装備じゃないとダメよねっていうふうなルールとかを作った時に、時々こうみんなで、あれなんでこの装備でおるの？振り返れるような感じがあるので、つけるときも大事だけども、つける外すときもすごく大事で、汚染があるかなと思ったときは、手指衛生をしながら行きましょうって感じです。で、ここの中で今日ちょっとポイントになってくるのが、新井さんにちょっとなかったところなんですけど、マスク、先にこうね、普段僕らマスクつけとるもんで、マスクつけて長袖エプロンしたらずれちゃうよねっていう話があったんだけども、それ以外のところで、マスクってすごい汚染します。で、飛沫感染のところで、こう、唾が1.5メートルから2メートルぐらいのところに飛ぶよって言われとったところがあるんですけども、実際、咳で、たらこ、一房、どれぐらいですか？ 10 万個って言われてます。でしたら、10万個、たらこ一房分の唾が飛びあるんですね。この1.5メートルの距離に。っていうことですよ。この距離で、入所者さんの人に咳を食らったら、まあまあ、たらこだらけになってるような感じかもしれないですね。くしゃみの場合は200万個。たらこ一桶分ですわな。だからそれぐらいのものが飛んできやるものをマスクとして1日使うべきかってところですね。表面にたらこがいっぱいついてあるものを一時的にエプロンつけないかんから、ちょっとポケット入れとこうかって言ったら、こっからたらこが溢れるような状況を想定すると、マスクっていうのは手袋と同じぐらい、エプロンと同じぐらい交換していくっていうのがすごく大事そうっていうのを今日持って帰ってもらえたらええかなと思います。ただ、湯水のように使えるかってなかなかそういうわけでもない。特に N95 マスクってそういうわけでもなくて、その N95 マスクの表面に表現がたらこが正しいかどうかわからんけど、唾がいっぱい飛んだりすると、1日使いましょうっていうようなことで、必要な場合とかのために、N95 マスクの上にサージカルマスクをつけたり、フェイスシールドをつけて、タラコを飛んでくるのの表面を守るっていう作戦とかも、施設とかごとに考えるのはすごい有効かなと思います。思った以上にマスクって大事で、汚染、大事じゃない、汚染しとるってことがあるもんで、うちの病院は今考え方がどんどん変わって、手袋が置いてあるところにもうマスクもセットで置きましょうって感じで、どんどん変えますよって感じにしてます。で、実際これね、知らん間に消えていったんですけども、コロナが流行る1年前かな、インフルエンザの感染対策の通知で、厚生労働省がですね、サージカルマスク、マスクは適正に使用しないと感染のリスクを下げることができないよって通知が出てましたね。どっかに消えてたんですよ、すぐに。なので、その後に直後にアベノマスクとか、いわゆるマスクが枯渇してからどっかに消えたんかなって思えたんですけど、その頃もだからマスクって大事に、使い方ってのはすごく大事かなと思います。手袋って割り出すね、どんどん変えるんですけど、マスクなかなか変えんようにします。で、うちの嫁さんが職場からマスクつけてきてね、なんか帰るときにね、車のこのウインカーの方に外すみたいで、
今日うちの嫁の車で来たんですけど、20個ぐらいマスク 並んどって、これはやばいなと思いましたですね。だからこういうことですね。ごめんなさい、マスクで、マスクの使い方、手指衛生とかをね、さっき話聞いたと思います。で、ゾーニングの考え方で赤、黄色、緑みたいなゾーニングをするんですけども、今ね、どんどんこの黄色を設定しないっていうケースとかもあるもんで、必ずしも赤、黄色、緑も色じゃなくてもいいし、名前は変えてもいいけども、こういうようなことでゾーニングの考え方をしましょう。で、赤は陽性者とか汚染者で、黄色っていうのが脱衣とかを置いたりするところで、緑が通常の意味をするところということで、状況によってどんどん変わってくると思います。で、一つの部屋で考えると、廊下のところを緑のエリアにして、患者さんがおるとこ、入所者さんがおるとこ、赤。で、これは内側に黄色を設定した場合ですね。中に入っていくときに装備をしていて、黄色のところで脱いで帰ってくるっていう感じなんですけども、これで完結しようとすると、中にトイレとかシャワーとかがあったらね、そこで生活はできるけど、なかなか叶わんよっていうケースとかがあったりすると、ちょっと広めにとってする場合もあります。で、これが患者さんの一部屋一部屋で作る場合と、こっから向こうっていう場合とかによって、いろいろ違うんですけども、先ほどね、クラスターの話してくれた時のように、施設とか、その部屋の形とかによって、これがどんどん変わってくるもんで、絶対これにしなさいってことではなくて、これにしようかって検討したりするケースもあると。で、その都度ね、どこで起こるかわからん。残ったときにこういうような検討をしておくっていうのがすごい大事かなと思います。で、イメージとしてこれうちの救急外来のイメージなんですけども、発熱患者さんとかコロナの疑似症の人とかが来た場合って、いわゆる右側ですね、このドアを開けて入ってくるんですね。で、そこには赤の装備をしたキャップ、こんなキャップしないですけど入っていて、ここでケアとかバイタルとかをします。で、この人が外に出てきて脱いでっていうのはなかなか大変だもんで、この黄色エリアのあたりにフリーの人を僕らは置いて、何々取ってくださいって言ったら赤のゾーンにこう掘り込んでいくっていう仕組みにしてます。これで実は病棟とかでも結構有効で、バイタルを取る看護師さんだけが装備して、口頭でこの血圧とか記録してとかって言ったら、汚染者ね、紙とかも出さんでいいもんで、これもどれが正解かっていうわけではなくて、こういうような工夫とかもしていけばいいかなと思っていて、で、これっていうのが実際にコロナを経験した病棟としない病棟と全然違っていて、実際するとね、どれぐらいこれが大変なことなんですね。だ、例えば濃厚接触者が10人出た場合、10人ごとに装備変えるって、まあ、地獄みたいなこと、そういうようなこととかも含めて、自分の施設とかやったらどれがいいかなっていうのを見てもらえるかなと思います。で、施設とかの場合、認知症とかで個室にいられない、だから赤の部屋に閉じ込めたはずなのに出てくるとかっていうのが日常的にありえますし、マスクつけられないということで、フェイスシールド、さっきの装備のところで、どんな時にフェイスシールドがいきますかとかいう質問もあったりするんですけども、相手がマスクつけれんような時は、僕はフェイスシールドとかを取得できたなと思っています。で、すべての、だから相手がね、理解がし、しっかりマスクができる人のところに、毎回赤エリアに入るときに、フェイスシールドがいないよねっていう感覚があったりするもん、人によってフェイスシールドがいるとか、処置によって N95 をつけたりするとかっていうケースとかも考えていくんかなっていうのをやってます。で、あとはですね、見守りとかのためにこう生活がしちゃったり、これ何が起こるかっていうと、施設の場合、談話室ですか、食堂でご飯みんな食べるんですよね。それをやめなさいって言われるわけですね。できるわけないやんねっていうようなことがあるもんで、どうしようかっていうのが対応として、実際コロナが陽性で出た場合っていうのは、多分ね、ゲロ吐きそうになりながら一人ずつ居室でするんですよ。じゃあコロナなくなったらどうするのって、何が担保できるかっていうと、2日前元気やった人がコロナやっても2日前遡られるってことでしょ。だから元気やから一緒に食べれるっていうわけではなくて、唾とかが届かんような2メートルとか 1.5 メートルの距離を取った状態で集団でご飯を食べたりするのがすごく大事で、後でちょっとちらっと出てきますけど、こんなのなかなか難しいですよ。解除は1人ずつだってね、20人おるのに1人ずつだったら、昼ご飯だったら夕方になりますから、ということも含めてどういうふうに食べさせたかですね。正面に立たないようにちょっと後ろから
で、ここのポイントっていうのは、しっかり飲み込むのが見えるような、喉が見えるようなやつで、食事会として、他の人も見ながら。で、ただ、次の人に行くときは、手指衛生をするとかっていう工夫をしながらっていうので、今、うちの施設にはコロナがいないんで、全員一緒に見れますねっていうわけではないっていうところも含めて、今後の対応していかなあかんし、これこそが、そのいわゆるアフターコロナっていうかな、ウィズコロナですよね。コロナがおらんときにどうするんかっていうふうなことっていうのが、コロナが収まってない状況。だから、今まで出来やった、みんなでワイワイご飯食べましょうっていうのは、なかなか戻せんかな。もう考えていかなかったかなと思います。で、いろんなことが書いて、最後のところで環境整備のところの話、ゴミの話をして終わりたいと思います。で、新井さんの話だと、アルコールジェルとか GIS3 ナトリウムっていうのが言われてましたけど、厚生労働省の方から、いわゆる低水準の消毒剤とかも、ちょっとちっちゃいんですけど、ここの右側のところの、ベンザルコニウムとかも、この濃度以上あったら大丈夫ですよって言われてるので、今までそのね、環境クロスって言われたみたいな、有機アンモニウム含塩とかが入っとるんですが、コロナに向いてないかなっていうわけではなくて、濃度を確認しながら準備できる消毒剤を使っていくかな。で、ちょっと気になるのが、GIS3 ナトリウムのこの溶解液って、溶解したら期限1日で終わりなんですね。でもちょっと濃いめに作ったから大丈夫だわって、何日も前のことちょっと困るので、いつ作ったかとかっていうのも大事かな。洗濯物は、今は、食器も同じで特別な消毒はいりません。ゴミも一般ゴミの場合は72時間置いた後、家庭系の一般普段のゴミに捨ててもらったらいいんですけども、施設とかに関しては事業所系のこう廃棄物になるので、これはね、地域ごとにちょっと条件が変わってくることがあるので、施設の場合はこういうゴミどこに捨てたらいいですかっていうようなことを言います。医療系の場合は、二類扱いや感染性破棄に捨てましょう。これはちょっと地域が違います。で、ごめんなさい、最後にもう一個ありましたね。医療従事者が濃厚接触者になった場合、どうしましょうかということで、ちょっと考え方なんですけども、潜伏期間で7日間あるかもねが5日で解除してくるから、5日目だから6日目、7日目って普通に働いてたらダメですよね。だから、医療従事者も含めて、一般に社会復帰するっていう場合は、7日ぐらいまでは1人ずつかもしれんっていう、感染対策が取れるっていう人に前提で、5日間っていう表現にしとるもんで、施設の入所者であったり、そういうふうな利用者の場合、濃厚接触になった場合、5日で解除するか、やっぱり7日で見るかっていうのは、ちょっとそれぞれで、施設ごととかで決めとかなあかんかなっていうような感じにはなってくるかなと思います。で、今、濃厚接触者に判定された場合、どうするかっていうと、どうしてもこう働き続けてもらいたいような人らは、0日から PCR をしながらこう仕事をすることができたりします。病院やったらできるかもしれないですね、PCR ね。施設で PCR なかなか難しいということで、そういう場合は、抗原定量または抗原定性っていうのを毎日出勤前にしてもらって、毎日大丈夫だったら出勤していくっていう方法と、あとはここですかね。2日目、3日目に2回抗原検査を陰性やった場合に復帰してもらうというのはルールがあるんですけども、これもちょっと考え方で、復帰はできるけど復帰しなさいという指示にするのかというのは、施設ごとに考えなあかんかもしれないですね。どうしても厳しい状況から出てねっていうケースもあれば、家族でね、他にコロナがおって濃厚接触になった人に出てきなさいよって言えるかというところもあると思うので、こう病院としてとか施設で決めて、本人の了承を得た場合はこれでもいいよみたいなルールとかを作っておくっていうのは、今後の備えとしているのかなと思います。ちょっともう話が長くなっちゃって、もうあと3分、30分になっちゃいます。ちょっと話を終わりたいと思います。で、一応今話した横でこう介護者が1人ずつとかっていうのは資料で付けさせてもらっとるので、いわゆる送迎の話とかね、訪問の話とかも入ってますね。まだ 皆さん参考にしてください。で、残り数分ですけど、グループワークでなんか質問とか、今聞いとかなかったとか、ないですか？お疲れ様でした。ありがとうございました。